はい、どうもこんにちは。本日はですね、宮越圭二郎選手が、代表を務める、キックボクシングジムに今日は出稽古に来ました。スパーリングするのは僕じゃないんですけど、皆さん、宮越圭二郎選手に挑む、うちのエイムハイの選手たちを、ぜひ見てください。宮越選手、お世話になる宮越選手です。お願いします。今日はスパーリングよろしくお願いします。僕がやるわけじゃないんですけど、うちの若い選手が多分ゴーボーにやられると思うんで、皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いします。1ラウンドのこの始めの時はですね、武見選手には宮越選手はフットワークを使うんですけども、しっかりとフットワークを使ってですね、まずは動くことからやりましょうということをアドバイスさせてもらいました。やはりね、硬い動きをすると宮越選手が一気に動いてくるということで、動いて、ね、翻弄されてしまうとキャリアが浅いので、はっきり言ってね、一回ね流れをつかまれてしまうとそのまんま、やられてしまうと思ったので、まずは動きましょうということを伝えました。しっかり動いたこともあって、この1ラウンド目っていうのはそこまで攻撃を被弾することなくラウンドを進められたんじゃないのかなと思います。さっきね、武見の右ストレート当たりました。宮越選手も、いい前蹴りでしたね。ガチンコのねスパーリングをするというのはかなり久々だったということを言っていたので、この1ラウンド目はね、宮越選手、まだ距離感がつかめなかったなんて言ってましたね。宮越選手の素晴らしいところは、この相手が下がった時に距離を詰めながら必ず三日月蹴りを入れてくるんですね。だそうすると右のカウンターというのは非常に打ちづらいと思います。はい、匠の今喧嘩を入りました。この前蹴りうまいですね。タイミングがドンピシャです。このフットワークを使うといった指示だったので、この前蹴りの、ね、タイミングが合ってしまうとさっきのように転倒してしまうんですね。お互いスーパーライト級なんで階級は一緒です。そう相手のキック合わせろ。武見の方も、昨年の、年末にビッグバンのタイトルマッチをして、惜しくも負けてしまいました。対する宮越選手は NJKF でもうチャンピオンになってですね、 WBC ムエタイのインターナショナルのところもチャンピオンだったかな。かなりね、僕の同級生で昔からこの人強い人だななんていうことを思っておりました。いや、 やっぱね前蹴りが走ってますよ。強いですね。このまた三日月蹴りですね。必ず相手との距離を詰めるときは三日月蹴りを蹴ってから詰めてきます。これ右ストレート合わせづらいですよ絶対。なので、ガード一辺倒になっちゃって距離を詰められちゃうんですね。宮越選手のここのジムはですね、一般の女性とかターゲットにしてると思うのでリングがないんですけども、リングがある環境で戦ったらさらに、ね、かなり差がついたかもしれないですね。でもまだまだ武見も20歳とか21になるのかな今度。なので、このやられるという経験も今後につながると思ってます。はい、1ラウンド目終了しました。非常にジャブとストレートは鋭いものがあります。
はね、まだね、僕自身で聞いたら、高校生から高3かな、ここ勝負だよ。始めたのでまだ2年ちょっとかなので、まだまだね、攻撃の引き出しの幅っていうのは少ないと思います。その点、ネコ選手に関してはもうダブルの距離はやっぱりね、確率が一番早いと思ってですね、距離をこの辺から潰してきます、ね、潰してくるんです、ね、やったと思うんですけど、まあ、ヘッドポジションだけずらしてあえてダブルを取るんですね。今でもないですよ、バーチャーと違ったね、マサト選手、そして僕もよく使っていたビギャパーですね、頭振りなさんだった途中でね、スイッチしてうまいですね。ミナコ先生がウルター級で上げてんかな、ミナコ先生の大一郎選手というね、お兄ちゃんが僕もこのようなウルター級だったので、まあ、もしかしたら戦うことがあるかな、なんていうことも少し意識してますね。ミニさんに関しては残り1分半、まあ、宮越の手で出てくるマッチョなんですけど、お兄ちゃん無常なマッチョっぽいです。ミニさんの前にすればこの右ストレートがね、非常に僕はね、宮越選手の中さっきも結構見つけないんですけど、ストレートの入り方ですね、手で潰し方っていうのが本当にナイスですね。スパーリングの場所に前の今のハウトゥーを動画撮らせてもら教えてくれということで、これは今の左のストレートの入りが良かったですね。一瞬サウスポーのシュートでこのパンに突っ込んでくる、本当に分かると思うんですけど、リズム変えてくるんですよ。早くしてるんだよ、今やつを準備してくる。結構ね、やっぱね、キャリアがまだ浅いときにはね、この辺からね、結構自力になりますので、もちろん宮越選手が喜んでくれるんで、時折ジャブとかストレート当たってるんですけど、かなりもう待ちになっちゃってますよね。なんで落ちたところに対してたまに当たってるって当たってるんですけどね、クリアになると結構負担されてる感じが多かったんじゃないかなと。まあ普段僕とね、スパーリングやってるんで、まあ、関心力っていうところではやっぱり、僕の方が重いということを言ってて、その辺は大丈夫でしたかって言ったんですけども、やはりね、この分解っていうのがスピードっていうのが広がりますよね。うん、OK、2ラウンド目終わりました。さあ、3ラウンド目です。ラストラウンドですね。この辺はもう宮越選手はもう竹見の癖をかなり掴んできました。この辺はさすが30歳、ベテランファイター、僕も一緒なのですが、おっさんの強みですね、この辺は。竹見も、まあ、僕もね、インターバル中に結構叱咤してですね、行かなきゃダメだっていうことを言ったので、この辺は頑張っていってますね。ナイス膝蹴りです。いや結構ね、竹見に関してはもともと高校の名門バスケットチームでバスケットをしていたようで、非常にね、足腰が強いんですよ。もう跳躍力が高いんですね。なので、その跳躍力の高さを生かすように膝蹴りがめちゃくちゃ強烈です。うん、ミットとか持つとも本当にミット持ってて痛い感じですね、膝蹴りに関しては。ただ、このスパーリング終わった後にね、ちょっと宮越選手からもアドバイスをいただいたんですけども、接近戦になった時のね、フックとかがやっぱ弱いと。うん、これはね、僕もずっと指摘していたんですよね。フックに関しては軽量級の、うちのジムのね、ベンツ飯田とか、まあちょっとうちのね、従業員の千葉のデビットとかの方がパンチが全然重かったりしちゃうんですね。はい、やっぱその辺はね、言われましたね。いや、ステップの仕方が本当にいやらしいですよ、この入り方がね。うん、今のもちょっと、まあ、宮越選手も食らいましたけど、すごく、うん、ステップは忍者ステップって言われるだけあって、すごいこう真似できないよね。いいっすね、今の右ストレート。これがね、このスパーリング終わった後にハウトゥーで見られるんで、皆さんね、最後まで見た方がいいですよ。おー、いいっすね、かなりバチバチですよ。僕もこの辺からね、カメラ結構近づいてスパーリング撮ってたんで、すごいな、バチバチです。宮越選手がね、今後ね、どこの団体で戦うのかも楽しみですね。ツイッターとかね、ではこう、ライジンで戦いたいということを言っているんで、
そろそろライジンもね、出るんじゃないですかね。ライジンの方がちゃんと復活してくれれば、もうキックルールで白鳥、タイガ、この辺との戦いを見たいですね。残り30歳の同じ年が戦ってる姿をぜひとも僕は応援したいなと思っております。そのあとさん、ナイスボディですね。はい、手出せ、タケミ、体じゃなくて手出せ。いや、かなりもう前に前に行って、これはもう本当に試合のグローブだったらもう倒れますね。かなりすごい白熱の打ち合いです。最後の最後にね、すごいカウンターが当たったような気がするんだよな。これですよ、今の右ストレート。ありがとうございます。ようこそ選手、スパーリングお疲れ様でした。いやー、久しぶりだから強かったっすね。あ、本当っすか。さすが、今カメラマンやって褒められましたけど、強い。はい、僕が、見ててすごい良かったなというか、宮本選手上手いなと思ったのが、はい、フットワークとかフェイントももちろん上手かったんですけど、ストレートの打ち方が、はい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 、なんか他の選手と違って、ね、いろんな角度からいろんなタイミングでストレートを打って、はいはいはい、結構右ストレートからスポーンって入ってくるのがすごい上手いなと思ったんですけど、いろんな種類やっぱ用意してやってますよね。やってます、やってます。なんかフットワークの位置とかもなんか足が途中でここから膝抜くみたいな、こうやって入ったりとか、やってますね。すごいなんかスーパーマンパンチみたいな感じのタイミングで打ったりとか、それを見てて面白かったんで、ぜひともそれのレクチャーというか、なんか一つでも、はい、なんか皆さんに教えられたらなと思うので、そうですね、ぜひ、うん、僕はミットを持つんで、お願いします。打ってもらっていいですか。貴重な、貴重なやつですね。お願いします。じゃあ今日やるのは、よくこうフットワークとかで頭を動かすやつじゃないですか。これで、まあ、両方打てた方がいいんですよ。こっちっていうのはなかなかですね。こっちはまあなかなかないんですけど、まあ、やりやすいって言ったらこっち。そうですね。だからこっち振りながらこっちなんですけど、はい、それで、こう相手を見てて、相手がこう反応しないとき、はい、反応しないときに、このまま裏で入る。リズムでいう、こう、ドン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 で入るっていう感じが今回意識してる。なるほど。ドン、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 ドン。これでもしミスってもこっちに体を流してるから、うん、あまりこう攻撃反撃食らわないっていう、はいはい、まあそんなに効かないんですけど、まあ当たることにも、はい、リズムも取れるし、向こうもなんかこう嫌がる、はい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 、変なリズムが来るから、それで結構こう自分の流れに引き寄せるために使えたりもしするんで、これ結構これ有料級ですよ。あと、僕思ったんですけど、宮本選手のフットワーク、はいはいはい、かなり動くじゃないですか。あ、そうですね。あれはどういう練習で養ってるんですか。基本的に、まあ、相手がこうプレッシャーかけてくるのに対して、こう横に動くっていうのが、はい、サイドステップですね、はい。なんですけど、普通の人のサイドステップって、大体こう来たのに対して、はい、こう斜め前に行くっていうのがあるんですけど、はい、僕は真横なんですよ。真横に移動して、来たところを、うん、なるほど、そうなんですね。もう僕、スイッチできるんで、スイッチできるんですね。はい、右の場合はそのまま、うん、そのままなんですけど、左の場合はこのままサーフにして、うん、と、相手が、特にプレッシャーが強い選手に対しては、有効的かなと思います。あ、自分がこう体幹、フィジカルで劣ってる分、これをやると相手もかなり嫌がるのかな。このフットワークを手に入れるので、別に変わった練習はしてないですか。してないです。あの自然にスパーリングで身につけたんですね。あのマッチョのお兄ちゃん、マッチョのお兄ちゃんが覚えてるから、それをどうやったらいけるのかみたいな考えた末に、まあ、こういうのをやってました。マッチョのお兄ちゃんの手が多分来ない。来てるます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日はとても勉強になりました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お邪魔します。お願いします。